で、ええー、三田国際さん、英語と面接だけです。はいえー、なので、まあ、あの、算数とか。 5とかのあの勉強が間に合ってないえー、さんでもあの1科目受験っていう形にはなるので、十分合格できるチャンスはあるのかなと思います。で、えー、三田副菜さんの英語試験なんですけれどもこちらですね、えー、パート5つって書いてますが、4つですね。実は長文が2つあるんで僕5個って書いてしまいましたが、まあ、パートでいくと4つですね。1つ目のパートがリーディングパートで2つ目のパートはリスニング3つ目がリーディングでここが2台。 出てきますで最後が、えー、ライティングのパートという形で特徴としてはです、ね、60分の試験の割りに、まあ、いろんなことをやらせるなと、えーまあ、リーズニングって、まあ、これちょっとした算数みたいな問題なんですけど、算数みたいな問題もあればリスニング、ライティングもしっかり出させるし、リーディングに関しても記述の問題もあれば4択の問題もあるという形で、まああの、この短い時間の中でいろいろなことをやっていかなければいけないと。 なので、結構、三田国際さんの問題を解かれた生徒さんが言っているのが、もう要は時間がなくて最後まで終わらなかったとか、えー、答え最後まで、えー、書ききれなかったとか、まあ、そういった話は本当によく聞く話ではあるので、まあ、その練習する段階から、ですね、今のタイミングからそこまで意識する必要はないんですけれども、やっぱりもう時間配分っていうのをしっかり意識して、自分の得意不得意をしっかり考えた上で、どういうふうに解くのかとか、えー、っていうのをしっかりと事前に考えておく必要性の高い学校の問題かなと。 思います結局、要は長文だけとかだったらあんまりそういうのも考える必要ないんですけど、例えばこれ、リスニングとかも試験開始からだいたい20分、25分したタイミングで流されたりするんですね。そうすると、最初の時間にどの問題を終わらせておこうかとか、えー、まあ例えば長文読んでる途中にリスニングが流れ始めたりすると、もう最悪なんですよ。せっかく今まで読んできてたのに、ちょっとリスニングに邪魔されて、またじゃあ、 リスニングが終わった後に解こうと思ったときに、えー、もう一回ちょっとリーディング読まなきゃ忘れてしまっているというような形になりかねないので、えー、しっかりこういうリスニングテストがテスト中に入ってくるような問題の場合は、リスニングが始まる前に何を終わらせておくか、リスニングが終わってから何をやるかというようなところまで含めて、しっかり時間配分を考えておく必要はあるかなと。 思いますでちょっと簡単にですけれども、例えばこのリーズニングのパートですね、これ完全にここの2つの問題は三田国際さんが出しているサンプル問題になるんですけど、えー、もう本当にシンプルな、えー、算数の問題です。シンプルな問題とはいえ 実は、まあ、これとかって実は確率の問題だったりするので、中学受験の内容はちょっと逸脱してるんですよね。とはいえ難しくはないです。本当に英語さえしっかり読めれば、内容としてはここに書かせていただいたように、中学受験算数の学習さえしっかりしていただいていれば、まあ、例えばこれもシンプルな割合の問題ですし、もう本当に面積を出させるだけの問題とか、パーセントを答えさせるだけの問題とか、算数の問題レベルとしては決して高くはないです。えー、ただ、まあ、その英語で算数の用語を理解してる必要はあるので、えーまあ現地 学校でしっかりお勉強されてきた生徒さん、インターナショナルスクールでお勉強されてきた生徒さんにとっては、えー、そこまで大きな問題にはならないかなとは思うんですが、例えばこのシンプルインタレスト、利、え、子、ー、ですよね、利、え、子、ー、だったりとか、あとはプロガビリティ、まリ、あ、ッだったりとか、えーまあ、このあたりの算数の用語、しっかり英語で分かってますかっていうところは事前に確認されておいた方がいいかなと思います。で、お伝えした通りに、決して算数の問題としてのレベルが高いわけではない ないんですねでかつ、まあ、このレベルの問題の対策を何かテキストを使ってやろうと思うとこれ非常におそらく私,と私もかなり探してはいるんですけれども基本的にあんまりこれ用におすすめできるテキストっていうのはないので。 どちらかというと、もう本当に算数の力、中学受験用の算数のテキストを勉強するとか、あるいはまあ問題文を英語で読んだときにちゃんと理解できるかどうかとか、と、えー、いうところの方が重要なんじゃないかなと思います。で、2つ目がリスニングですね。で、リスニングはこちらですね、本当にこれ、まさに問題の記事がまさにこれしかない状態で、本文も問題も選択肢もすべて自分で聞き取る。 必要がありますつまりどういうことかというと、冒険みたいに事前に準備することができないということですね、選択肢だけ読んで、なんとなくそのパッセージの内容を予想しようとか、まあ、そういったことができないので、これはもう本当に引き取り勝負という形にはなります。で、えー、実際には、まあ、まツニのレベル自体は2級から11級レベルで、そこまでおそらく難しいと感じられることはないんじゃないかなとは。 もう一方で、英検と比べるとパッセージは長いです。なので、長いパッセージをしっかりと聞き取って、その後問題に答える。なので、メモを取りながら、大事なところはしっかり整理するなどといった、その長い長文を聞くときの練習。 ってていいうのはは、えー、しておく必要はあるかなと思いますでリスニング自体2回本文流れはするんですけれども1回目でもうこれバッチリだなと思ったらもう2回目聞く必要ないので次の問題に行って待ってくださいただなかなか本番の緊張感の中で2回目聞かないという選択はなかなか取れないとは思うんですけれども1回目でもう聞き取るつもりでやってもらえればいいかなと思いますで、えー、こちらがリーディングですねパート3のリーディングのところでここで長文が2台。 出てきますで、こちらも長文としては、えー、2級から準1級レベルっていうところで、語数も英検ほど多くなかったりします。大体いい1つの長文あたりですけれども、短いと300ワードぐらいですし、長くても600ワードぐらいっていうふうに、決して長文のテキスト自体も長いものではないですし、非常に読みづらいとか、そういったこともないと思います。ただこれ まあ、記号問題の方うはあの、特に本当に英検対策とあまりやることも変わらないですし、英検対策と違って、えー、どちらかというともう問,い問われているものをしっかりとリサーチしてくる、本文中から探してくるだけで回答できる問題が多かったりするので、こちらは皆さん、あんまり苦労されないんですけれども、えー、どちらかというと、私はこれまで見た生徒さんで苦労されてるなと思うのは、こちらですね、完全記述式の問題で、これですね、記述式の問題なんですけど、問題文の方でもう完全な文章で書きましょうっていう指示。 あとはその本文から丸まコピーしてくると点数与えませんよっていうような明確な指示が。 出てますなのでまずはその一つ皆さんにすごく苦手にされるのが疑問文に対して文章でしっかりと答え要は何を答えればいいかは分かっているけれどもそれをじゃあえ単語とか句とかでは答えられるけれどもしっかりとした文章にしなければならないってなった時に、まあ、主語が抜けてしまったりとか動詞をどれにしたらいいかとか、まあ、そういったところで結構苦労される先生がいたりするんですよねなので完全な文章でまずしっかり書けるようにしましょうっていうところとえあとは本文から 丸ままコピーしてきたこれもちょっと意図がちょっと読みかねる部分ではあるんですけれどもではコピーペーストはなしにしましょうっていうところで自分自身で少し例えば文語句を変えたりとかそういったことは必要になっていますでここら辺は少しあの皆さん最後苦労されてる点かなと思いますリーディングのところですねで、えー、最後このエッセイのところはこちらもですね字数制限はない なんですね、これも例題になっていて、まあ、これだと、まあ、この下に引用されている、サクセス・ユージー・リ・カムスのこの、えー、引用句に賛成しますか、反対しますかっていうところの、えー、意見を、アグリーディ i グリ g r e e 自分自身の意見を求められるようなエッセイになってますし、まあ、他にも過去にはインターナショナルってどういうことですかっていうような、まあ、こちらも自分自身の意見を求められるような内容ですね。 で出題自体はです、ね、非常にあのオーソドックスなエッセイかなと思います。特に変わったこともないですし、なので逆に言うともう対策自体もう取り立てて、特に何かここのために別にエッセイの対策は必要ということはないと思います。なので基本の、まあ、どんな中学校にも対策、通用するような対策、エッセイの基本のエッセイ対策をしていっていただければいいかなと。 思います。あのなので、英語を1つ取っても、この4つのパートからできていて、おそらく問題解く中で、自分はこのパートは得意だけど、このパートはちょっと苦手だなっていうようなパートが出てくると思うので、えー、苦手なパートをまずはなくすこと、で苦手なパートがなくなったら、次は自分がどこのパートでしっかり得点源にしていくかっていうような形で、得点割合を高めていってもらえればいいかなと。 思いますで、英語の試験のあとは面接試験ですね、えー。面接試験に関しては、まあ、こちら約10分で、まあ、英語、日本語、ネイティブの先生も、えー、日本人の先生もいらっしゃる中での、えー、10分から15分ぐらいの面接ということです。で、えーとまあ、その英語面接、日本語面接って別に言語が変わるだけなので、えー、大きく準備の内容を変える必要はありません。ただ、要は事前に考えておくべき内容自体は変わらないんですけれども、その受け答えっていうのを、英語、日本語の両方ともの言語で、えー、できる必要が あるなので、例えば同じ絞りはなんですかという質問に対しても、答える内容は同じで構わないので、えー、日本語でも英語でもしっかりスムーズに答えられるように、準備しておいていただければと思います面接練しで大切なことは、やはりまあ過去、これまで海外生活で頑張ってきたこととか、まあ、苦労したこと、大変だったこととか。 これまで頑張ってきたこと、これまでやってきたことをまず整理して、えじゃあ今、なんで、えー、このタイミング、中学受験をするタイミングで、えー、三田国際に入りたいのか、えー、下の問題、過去の質問名のところに行くと、こういうところですよね、予防理由を教えてくださいっていうような話とか、あるいは未来の話でいくと、えーま、これから中学校に入ってどういうことを頑張りたいですかとか、あるいはもうちょっと先の、えー、将来どういうことをしたいですか,とか。まあ、これも 過去のところからでいくと帰国してからの心配事はありますかというようなところに入ってくるかなとは思うんですけれども、まあ、こういった形で時間軸でしっかりこれまでのご経験を振り返って整理しておいていただければなと思います、えー、私、その方の面接対策を承っているんですけれどもやはり1ヶ月前ぐらいからはしっかりと準備していただいて、まあ、あの1週間とかになかなか準備できるものではないので特に学科試験を控えられている生徒さんってどうしても面接の対策って後回しになりがち なんですけれども、まあ、特に科目が少ない学校というのは面接もしっかり評価のポイントとして入ってくるケースが多いです。3科目受験の学校の場合は、まあ、どうしてもやっぱりもう参考程度という形の学校さんが多いかなとは思うんですけれども三田国際さんみたいに英語1科目だよという,ような学校さんは面接の割合も比重も、えー、ある程度、えー、出てくるとは思うのでしっかり面接の準備もされておいた方がいいかなと。 思いますで、面、え、接、ー、はです、ね、決して何か答えた内容、例えば死亡理由に関しても正解、不正解があるわけではないので、ご本人がそう思えば確実に正解なんですよね。ただ、あのご自身の魅力を一番アピールできる回答という意味ではベストな回答は存在するとは思うので、それをしっかりと事前に英語、日本語で両方とも準備しておいてもらえれば、えー、面接対策の準備としては十分なんじゃないかなと思います。えー、三田国際さんは英語と面接ですね <music>